防衛予算の大幅増額や防衛費用の増額を納得するのはちょっと趣旨が違うと思います。アメリカと中国がサイバーニュースで軍事協力ともなれば、新型兵器政権の行使という形で日本もまた軍事協力を進めるという姿勢があります。